今日は俺は仕事休み、扇風機そろそろしまってもいいかなと思うんだけど、まだ湯上がりとかは扇風機回したりもしてる。映ってるのは、これはエレキのアンプ。歌うのもなかなかね、ちょっとめんどくさいなとあとこれはゲーム用のモニター、テレビ、プレイステーション2。タオルかかってるのはドリームキャストとセガサターンで、これはちょっと画面暗いな、お明るくなった。これは、ソニーのバイオ、俺のパソコン、テレビ付き。映っているのは、YouTube の俺のページ。なんかね、最近ネットで何していいかよくわからない。まあ見るページもあまり面白くないし、自分で公開するものもね、歌を歌うのもなんかもう熱いないし、文章を書くのもめんどくさいし、落書きとかも、落書きすらなんかめんどくさいみたいな、動画をアップするのもまあめんどくさいみたいな、もうみんなめんどくさいのかっていうかね、何をしていいしたら楽しいかというようなことがね、なかなかなくって、結局ゲームして映画を見て、そういうことでもうほぼ同じ繰り返しのダラダラやってるんだけど、別に何も出すものなけれ出さなくていいんだけど、でもなんか出したいと。でもツイッターとかで独り言を言ってみるのもなんかしらけて、そういう気分にもならないし、ツイッターは元からあまり興味ないと言った方がいいんだけどね。まあ一番もう心の置き所って言ったら大げさだけど、落ち着く場所、楽しめるかなと思う場所は YouTube なんだけど、その YouTube にしてもあんまり出す動画もないんで、こんな独り言をダラダラと今録画してるわけだけど。